はい、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 はい。見たか、阪神。戸郷おめでとう、ノーヒットノーラン、おめでとう。めちゃくちゃいいピッチングでしたね。本当に鳥肌もんですわ。はい、ということでね、戸郷の今日良かったとことか、いいプレーとかたくさんありましたんでね、それを解説していきたいなというふうに思ってます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。ということでですね、先ほど終わりました。速報ですよ、これ。速報で、先ほど終わりました、タイガース対ジャイアンツの試合解説やっていこうかなというふうに思ってます。はい、その前にですね、今冒頭でも言いましたように、東郷投手はなんと、あの、強い、阪神に、対してですね、ノーヒットノーランを達成しました。よっしゃーというところでね、これもしこの動画を阪神ファンの方が見てたら、イライラして仕方がないかなというふうに思うんですけども、でもね、実際非常にやっぱいいピッチングしておりましたし、ここに書いてますけども、ストレートというところが、やっぱりね、150キロやっぱ超えてるから、コンスタントに、うん。っていうところもあったし、コントロールも非常に良かったんでね。非常に今日はね、まあ試合の解説もそうなんだけど、まあ戸郷投手がね、なぜ、ノーヒットノーランをでき、達成できたのかっていうところもね、踏み込みながら、解説していきたいなというふうに思ってます。まず最初に、まあ今日のね、一言、感想を言わせてください。戸郷、ストレートの強さ、20丸。特に左打者への外のスライダーが良かった。岸田のリードも良かった。20丸だと思いますというところです。はい。やはり今言いましたけども、ストレートっていうのはね、やっぱピッチングの一番大事な軸になってきますから、そのストレートがね、非常に走りがいいっていうのと、コントロール、サイド、両サイドにしっかり投げ分けれてるっていうのは、非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。で、その中でですね、まあ、やっぱり、戸郷投手はストレートとフォークボールっていうのがすごく得意。その二つが、まあ、やっぱりいいって言われてますと。で、その中で、曲がり球っていうところ、スライダーっていうところはあまり得意ではない。実際言うとね。なんだけど、今日に関してはすごく調子が良かったし、曲がりも安定してたし、特にその左打者の外のスライダーの使い方というかね。やっぱ、まあ、バックドアとかいう言い方したりするんですけども、左バッターからしたら一瞬ボールに見えるんですよ、外なんで。ボールに見えてそっからストライクゾーンにこう入ってくるっていうイメージの球なんで、バッターからしたら非常に打つのが難しいと。で、それに加えて、両サイドにしっかり投げれてるストレートがありますと。で、高めにね、高めのインハイに、右バッターのインハイにね、森下と、選手であったりとか、大山選手のインハイのとこに、こう投げ込んだりして、その次の球をスライダーにしたりとかね、そういううまくこう軌道を使いながらね、すごくいいリードができてた、いい投球ができてたんじゃないかなというふうに思います。で、岸田選手ね、良かったっていう風な言い方しましたけども、やはり今までそう小林誠司さんとかね、他のキャッチャーと組んできてて、今日はね、岸田選手と組むのが初めてなんですよ。で、まあ実際、戸郷投手の状態が良かったっていうのはありますと。で、まあ、キャッチャーね、まあ誰が言ってもある程度やっぱりこの調子だと抑えれてたとは思うんですけども、やはり、これの、岸田選手がね、初めて行って、初めてノーヒットノーランをしたっていうのは、偶然では間違いなくないと思いますし、やはりね、そういったところでいい配球ができてたんじゃないかなっていうところは、絶対あると思います。はい、じゃあね、試合、見ていきたいと思うんですけども、今日のね、得点シーン振り返っていきたいんですが、まあ、1対0っていうところなんで、すぐ終わりますと。で、まあ、5回表、ワンアウト2塁から、まあ、出口選手がレフト前ヒットを打って、オコエ選手が帰ってきてというところで、その1点だけに終わってますと。まあ、よく言われるんですが、まあ、ノーヒットノーランとか完全試合とか、まあ、するときって、意外と、僅差のゲームが多いっていうふうに言われてますと。その理由はですね、あまりこう、大差が開きつ、過ぎてても、緊張感がちょっとこう、なくなっちゃうっていう、意見がよくあって、やはり1対0とか2対0とかまあ3対0ぐらいの結構このロースコアの中で、そのいい緊張感が生まれるんで、その中でいいピッチングをして結果的にノーヒットノーランとか、完全試合っていう風にね達成していくピッチャーっていうのが多いので、そういった意味ではまあ今日はね1対0というところでまあ一番緊張感があると、もうそれに9回裏なんかねもうランナー2塁まで行ってるんで、そういったところで非常にいい緊張感を保ちながらいい投球ができたんじゃないかなっていう風に僕分析しております。
じゃあちょっとね、僕が気になったところをずらっと書いてますんで、できるだけね、わかりやすく、楽しく、面白く、戸郷投手の凄さもね、解説しながら、やっていきたいと思います。はい、まず1回裏なんですけども、今日ね、甲子園球場って、すごく浜風と言われるような、風が吹くんですよ。で、どういう風かっていうと、こういう風、ライト側、なんて言うんだろう。ライト側からレフト側に吹く風なんですよ。うん。だから、どういうことかっていうと、レフト側は結構比較的打球は伸びやすいと。なんだけど、ライト側の打球はなかなか伸びにくいって言われてて、で、左バッターとかは結構ホームランをライトスタンドに打つのは難しいというふうに言われてますと。で、その中で今日の風どうだったのかというところを見ていくと、いつもはこういう、右から左への風なんですけど、どっちかっていうと、なんて言うんだろう。ホームベース側からセンターに吹くような風。うん、だから、追い風気味だったんですよ。いつもこういう横の風なんですけど、どっちかっていうと、このバックネットからこう、センターに向かってような、吹くような風だったんで、結構この外野手からしたらいつもと違う風っていうのもありますし、バッターからすると非常に打球が伸びやすい風だったんじゃないかなっていうふうに僕思うんですよね。その中で、今日のこの1回裏なんですけども、まあ、2アウトランナーなしっていう場面でね、森下選手がセンターフライ打つんですけども、これがね、先ほど言ったように、バックネットからこうセンターに吹いてる風なんで、すごく打球が伸びましたと。で、その中でこうセンターに入ってたね、オコエ選手が、すごくね、こう、もうバーンってこう、フェンスにぶつかりながらね、うまく取ったっていうのがあったんで、非常にね、これはね、戸郷投手を救うね、ナイスプレーだったなというふうに僕思ってます。はい。で、次ですね、この2回表なんですけども、まあ、その、先頭のね、岡本選手がフォアボールで出ますと。で、ノーアウト1塁で、長野さんが見逃し三振してしまったと。なんだけど、このワンアウト1塁という場面で、この岸田選手ね、はい。1球目のツーシームだと思うんです。多分、及川選手のね、ツーシームで、打って、引っ掛けて、まあ、5-4-3のダブルプレーを、取られるというところで、ちょっとね、なんて言うんだろう、無理に引っ張ったというか、ちょっと引っ掛け、してしまったというかね、ましては初球なんで、相手もやはり、まあ、坂本捕手でね、頭もいいというところで、やっぱゲッツを打たしていきたいっていう、多分、こういう思惑というか、考えがあるんで、岸田捕手もね、キャッチャーなんで、そういったところを逆に狙ってね、うまく打って欲しかったなっていうのはあるんですけども、やはりちょっと力みであったりとか、ちょっと手首の返しが早かったりとかして、ちょっとこう、サードフローゲッツを打ってしまったっていうのは、普通に初球っていうところで、ちょっとね、その雰囲気が悪くなるというか、ちょっと流れが悪くなるんじゃないかっていうのは、この時点で僕感じておりました。はい。で、3回裏ですね、これですね、今日結果的に戸郷投手が、ノーヒットノーランを達成したんですけども、このプレーがヒットになるかエラーになるかというところで、非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。2アウトからね、この及川選手、ピッチャーの及川選手が、まあ、ボテボテのね、ピッチャーゴロ打ったんですよ。で、戸郷投手は取って、ファーストに投げて、まあ、送球が逸れてね、結果的に、ピッチャーの戸郷投手のエラーというふうな形になったんですけども、まあ、いい送球しても、まあ、ギリギリアウトか、っていうところの、結構ギリギリなプレーだったんですよ。なんだけど、これがね、まあ、エラーっていう形になって、まあ、結局今日ね、ノーヒットノーランしたんで、これがもし、H ランプがついてたとしたら、今日はね、ノーヒットノーランできてないわけなんで、このプレーっていうのが、結構、大きかったんじゃないか、ノーヒットノーランを、できたっていうところで、大きいプレーだったんじゃないかなっていうふうに僕思いました。はい。ヒットにしてもおかしくないような感じだったと思います。で、ここに書いてないんですけども、改めてね、素晴らしいなと思ったのがありました。で、4回表ね、まあ、ノーアウト、先頭のね、坂本選手、まあ、結果的に見逃し三振をしたんですけども、ここね、相手の坂本捕手のキャッチングね、これね、まあ、見逃し三振したんだけど、多分おそらくボールなんですよ。低めのまっすぐボールなんです。で、坂本選手も、自信を持って見逃してるんですよ。なんだけど、それを審判がストライクって判断するんですよ。これは間違いなく、タイガースの坂本捕手のキャッチング、低めのキャッチングが、やっぱりこう、上からこう、抑えるんじゃなくて、ボールの軌道があったとしたら、ミットを下からね、使ってるんで、審判からしたら、めちゃくちゃこう、ストライクに見えるんですよ。っていうキャッチングができてるんで、書いてないですけども、素晴らしいなっていうふうに、さすがにうまいな、日本一だなっていうふうに僕、思いました。
はい。で、次、5番表ですね。ここですね。まあ、巨人が点を取った場面ですけども、これワンアウトからオコエ選手がレフト前ヒット出まして、で、ワンアウト一塁から、伊豆口選手の打席の時にね、ワンエンドワン、ワンストライクワンボールの時に、スチールね、成功。これも、スライダーでワンバン、キャッチャーにワンバン来たんだけど、坂本捕手がね、うまいこと取って二塁に送球したんだけど、タイミング的にはね、ギリアウトかなっていうところだったんですよ。なんだけど、オコエ選手のスライディングがね、非常に近くて強いスライディングができたんで、それを補給ミスしてしまって、というところで、スチール成功。で、その後に、伊豆口選手が、アウトハイぐらいの球をね、パーンと、レフト前ヒット打って、まあ、甲子園で活躍した二人がね、甲子園でプロに入って躍動したという形で、先制点を取れました。非常に良かったと思いますと。はい。で、ですね、次気になったところ、5回裏ね、これね、先頭のね、糸原選手の打球、珍しくね、岡本選手が弾いてしまって、エラーになって、ね、なってしまうんですよ。で、実際僕もこの5回でノーヒットっていうの、ノーヒットっていうと、いうところはですね、あんまり意識してなかったんですよね。っていうよりかは、せっかく点取った後の回に、なんでこれ先頭いきなりエラーすんねんっていう気持ちで見てたんですよね。っていうところで、この回もう点取られそうやなと思ったんです。エラーで出たから。なんだけど、やはりね、そこは、戸郷投手の今日の調子がすごいっていうところで、ノーアウト一塁から、前川選手をショートフライ。まあ、4球目のファール、ライトのポール際に打ったんですけど、それも結構危なかったなっていうのはあるんですけども、しっかり、ショートフライに打ち取った。で、ワンアウト一塁から坂本選手を、543のダブルプレイっていうところで、結果的に、まあ、3人で終わらせたっていうのは、さすが戸郷選手だなというふうに思いました。はい。で、これ次6回表ね。はい。これはね、ベテランのね、非常にうまいというか、頭のいいプレーが出てました。はい。ワンアウトランナーなしから、岡本選手が、サードへの内野安打。これも糸原選手、非常にいいキャッチをして、目一杯のプレーだったと思います。送球が少し高くなってしまってね、飛び込んで取って送球したんだけど、少しだけ送球が高くなって、まあ、一塁セーフという形。で、ワンアウト一塁というところで、長野さんがね、まあ、ライト前ヒットで、ランナー一三塁というのを作るんですけども、これも、もしかしたら前言ったことあるかもしれないんですけど、スリーボールワンストライクというカウントで、まあワンアウトでしょ。で、スリーワン、スリーボールワンストライクで、ど真ん中のまっすぐ来たんですよ。それ、長野さんが普通に見逃して、あえて多分スリーボールツーストライクにして、ランナーをスタートさせて、で、一、二塁間に打って、ランナー一、三塁を作るっていうね、あえて、打ちに行けたボールなんだけど、スリーワンからね。打ちに行けたんだけど、あえて見逃して、スリーツーを作ることによって、ランナーをスタートさせて、で、自分のヒットで一、三塁を作るっていうところで、これはね、長野さんの、本当に思い通りというか、あえて打ちに行かずに、ランナーを動かしてから打たすっていうところ、打つっていうところで、非常にこう、頭を使った、いいバッティングだったな、というふうに思いました。なんですけども、これね、ワンアウト一三塁というチャンス作るんだけど、先ほど言ったね、岸田選手が今日2個目の543、ダブルプレーをしてしまうっていうところで、ちょっとね、岸田選手は、今日ね、いい配球もしてましたと。で、ここ最近ずっと打ってますけども、今日の打撃内容に関しては、ちょっとね、同じことを2回繰り返してしまったっていうところがあったんで、ちょっとね、打撃の再調整というかね、うん、ちょっとこう、こねてしまってるというか、どっちもサードゴロなんで、少しね、逆方向を意識したりするとか、そういった調整が少し必要かなっていうふうに僕は思いました。はい。でですね、次ですね、これ6回裏ですね。はい。これ先頭、木浪選手がこれ、レフトフライで、これ、立岡さんがファインプレーするんだけど、まあ、そのね、長野さんに代わって、立岡さんが入って、これね、普通だってヒットなわけですよ。なんだけど、やっぱりね、立岡さんが入ってるから、これ、立岡さんがファインプレーするわけであって、これもね、本来で言ったら、ヒットコースなんだけど、非常にうまく取ったなっていうところはありました。で、今日ね、先ほど、左打者への外のスライダーが良かったよ、というふうに言いましたが、僕がすごく感じたのはこの場面なんですよね。ツーアウトランナーなしから、近本選手、空振り三振取った場面なんですけども、ここ、ストレート1球いって、で、フォーク3球いったんですよね。で、そこで、ストレートに戻るかなっていうふうに思わしておいて、最後外のスライダーで、近本選手が全くこう、タイミングが遅れたような形で三振したんですけど、ここもね、やはり近本選手はフォークというところがやっぱ来てるんで、まっすぐに戻るかなっていう、戸郷投手はね、まっすぐとフォークがいいから、まっすぐかなっていうふうに思わしておいて、最後ね、バックドアの、外スラで、待ってなかったというか、この球くんにやっていう形で三振したんで、これをね、見てね、非常にね、今日外のスライダー、
特に左バッターの外のスライダーっていうところはめちゃくちゃいいなっていうふうに感じました。はい。で、次、7回もですね、ここもですね、非常に、ジャイアンツが点が取れそうで取れなかった場面です。はい。ノーアウトからオコエ選手がね、三塁線を破る、二塁では放ちますと、非常にいいバッティングといい走塁でした。はい。で、ノーアウト二塁から、伊豆口選手がね、ライトへの、フライを打ちまして、タッチアップでランナー三塁。で、ワンアウト三塁で、戸郷投手が、まあ、セーフティースクイズなどを試みるんですけども、ファールになってしまって、結果的に空振り三振をしてしまうと。で、ここで、まあ、ツーアウト三塁という場面で、丸さんが来てね、ピッチャーが、富田選手に変わるんですよ。で、ここは多分、一人一冊というか、まあ、その丸選手を抑えてほしかった。だと思うんです。この起用の仕方的にね。なんだけど、まあ、フォアボールを出しちゃうと。で、ツーアウト一三塁で坂本さんという場面で、ああ、これチャンスだな、というふうに思ってたんですけども、このね、富田投手ね、めちゃくちゃいいね。うん、めちゃくちゃいいまっすぐ投げてる。うん。まあ、スチールもして、ランナー二三塁までやってっていうところ、行ったんだけど、結果的に空振り三振。で、これも一球目、多分ね、ナックルカーブ投げて、ね、カーブ投げて、そっからストレート4球でね、三振するんですけども、非常に球が伸びててね、最後坂本さんも多分変化球マークが強かったと思うんですよ。もうそろそろ変化球来るやろってところで、まだまっすぐ投げて、結果的にアウトコースの高めぐらいのボールでね、三振、もう着払いというかね、キャッチャーにミットが入ったような、形で、遅れたスイングのことを着払いとか言ったりするんですけど、その着払いのスイングで三振するっていうところで、これは、富田投手のまっすぐも非常に素晴らしかったし、その坂本捕手が、もう変化球来ると思ってるでしょっていうようなところでまっすぐを要求したっていうのはね、非常にね、観察できてるなというふうに思いましたし、いい配球だったなというふうに思いました。で、最後ですね、こう9回裏。まあ非常にこうノーヒットノーランできるかできないかっていうところで、みんなが盛り上がってる中ね、ここ木浪選手がいきなりフォアボール選ぶんですよ、先頭のね。ここも、やはり、戸郷投手ね、非常に今日、フォークもスライダーもいいというところで、めちゃくちゃ変化球マーク強くて、めちゃくちゃこう、ポイントを近くして、ストレートが来ても、ここで、この、体のめちゃくちゃ近いところでファール打ってね、ね、2-3 まで、3-2 まで持ってって、最後フォークボールめちゃくちゃいいところに落としたんだけど、そんだけ変化球マークが強いから、ファーボール取るんですよね。これは、もう意地のファーボールだったと思います。で、ピンチランナー、上田選手出して、で、ノーアウト一塁で、ピンチヒッター、これ、小畑選手、これ、死に物狂いのバントしてくるんですよ。もう、なんて言うんだろう、もう死ぬ気のバントみたいな、もう顔でバントしますよ、ぐらいの、気合でね、バントしてたと思います。で、すごくいいバントでした。で、ここですよね、ワンアウト二塁で、これ、近本選手、一番回ってきてほしくないバッター回ってくるんですよ。で、ここで打たれそうやなって正直思ったんですよ。なんとなくね。うん。さっきの木浪選手のフォアボールもそうだし、ちょっとこのバントの送られ方もして、ちょっとね、ノーヒットピッチングなんだけど、ここで打たれそうやなって思ったんですよ。なんだけど、2ボール1ストライクというカウントになったんですけど、そこでフォーク行ったんですよ。で、めちゃくちゃ甘いボール行ったんですよ。高めのフォークね。これ、まあ言うたら失投なわけですよ。で、それを近本選手バーン打ったんですけど、ファーストライナー、ど真ん中のファーストライナーだったんですよ。正面の。で、結果的にアウトになったんですけど、これで僕、ついてるなと思ったんですよ。戸郷投手は今日ついてるなって。普通で言ったら、浮いてきたフォークボール、もうヒット打たれても仕方ないというか、ヒット打たれるようなボールなんですよ。なんだけど、それが、いい当たりなんだけど、ファーストの正面ついてるってことで、もしかしたらこれノーヒットならするぞっていうところは、この場面で確信しました、僕ね。はい。で、結果的にこれ2アウト2塁で中野選手回ってくるんだけど、結局最後ね、フォークボール、追い込んでから2球いって、空振り三振取るんですけど、もうこのね、近本選手をこの正面、あの甘い球を、ファーストライナーで打ち取れた時点で、僕は、あ、今日勝ったなって正直思いました。このね、戸郷投手の調子もそうだし、なんかその最後にめちゃくちゃついてるプレーが出たんで、これはこれノーヒットノーラン行くぞっていうところで、最後もね三振っていうところで、非常にね、いいピッチング、まあフォークはもちろんいいし、ストレートもめちゃくちゃ152キロ3キロ出てたし、で両サイドにしっかり投げられてるし、で外のスライダーもいつもよりねすごく精度の高いでスライダー投げてたっていうところで、今まで2球種でねちゃんとしっかり抑えてたんだけど、それに加えてスライダーっていうところが、こんだけいいんだったら、やはりね、バッターは、打つの難しくなると思うし、で、キャッチャーの岸田選手も、特に右バッターとかに、インハインにね、高めに釣り球投げてたりとかしてて、
今まであんまり釣り玉使ってないと思うんですよ。どっちかっていうと、まあ、両サイドにストレート投げるのは結構多かったんだけど、その、インハイに投げるって、まあ、多少あったと思うけど、でも今日は結構インハイに使ってるなっていうところはあったんで、戸郷投手のああいう投げ方で、まあ、右バッターのこの、顔元にまっすぐ投げられると、やはり自分のところに抜けてくるんじゃないかっていうような錯覚に陥ると思うので、そういったところで、その次のスライダーであったりとか、フォークボールっていうのがすごく有効的に使えてたんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。はい、そんな感じでね、今日はね、すごくめでたい日というか、戸郷投手がね、初めてノーヒットノーランをしたという、で、ましてや宿敵のタイガースにっていうところで、非常に価値の大きい、一勝になったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ジャイアンツ自体ね、なかなか点が取れないと、なかなか引き分け挟んですごく負けてると、いうところで、まあ、ネットの声なんかで言ったら、このままね、阪神、ソフトバンクで10連敗するんちゃうかっていう、人もね、いたんだけど、その初戦でね、しっかりこのノーヒットなら、まあ、1対0っていう、まあ、1点だけだけど、でもそれもね、しっかりこう、相手にダメージを与えるようなね、勝ちというところを取ってくれたんで、非常にね、明日からの、2連戦も、2連戦というか、あと2戦もね、波に乗っていけるんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。はい、そんな感じで今日はすごくめでたい日でしたや。はい、気持ちよく寝たいと思っております。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。